9月30日にドラクエのゲーム音楽を担当した杉山浩一先生がお亡くなりになられたとのことで、一ドラクエファンとして心よりご冥福をお祈りいたします。今回は杉山浩一先生を偲び、杉山先生がドラクエのゲーム音楽に関わるまでのエピソードについて授業いたします。まず杉山先生はドラクエの作曲以外にも数々の曲を作成しており、天色の髪の乙女や帰ってきたウルトラマンのオープニング曲、競馬の G1 のファンファーレを代表曲として残されています。私は競馬ファンでもあるのですが、レース開始直前に流れるこのファンファーレを聞くと血が湧き立つ感じになるんですよ。まあ3分後には馬券が外れたショックで頭を抱えてるんですがね。ドラクエの音楽としてはほとんど全ての音楽をお一人で作曲されており、実に500曲以上を作曲されております。ここからは杉山先生がドラクエの音楽に関わるまでを解説します。杉山先生は元祖プロゲーマーと自称されるほどの大のゲーム好きで、ゲームを片っ端からやり込まれていたそうです。54歳の時にエニックスから発売されたパソコン版ソフト森田和郎の将棋をプレイした際、ソフトに同封されていたアンケートハガキに、終盤は素晴らしいが序盤はいまいちと記載しましたが、投函するのが面倒になり机の上にほったらかしにします。しかし机の上に置かれていたハガキを奥様が見つけ、出し忘れていると勘違いし、買い物のついでに投函します。このハガキがドラゴンクエストの初代プロデューサーの千田幸信さんの目に留まり、プロの作曲家がコンタクトを取ってきたことに驚き、直接会うこととなります。奥様の勘違いがドラクエ開発人との運命的な出会いにつながるんですね。千田さんは当時ドラクエのプロジェクトに参加している最中であり、洋楽 We Are The World に感銘を受け、売れるべきものは初めから売れるために物事が進んでいると考え、ドラクエを世界一のゲームにすると開発当初から意気込んでいました。ドラクエの開発には人間味あふれるテキストを作れるライター出身の堀裕二さん、天才プログラマーの中村浩一さん、キャラクターデザインの鳥山明さんが加わっていましたが、音楽の面で今一つの出来となっていました。そこで千田さんは杉山先生にダメ元でドラクエの音楽を作曲してほしいと頼んだところ、ゲーム好きの杉山先生は快諾し、開発に参加することとなります。しかし中村さんは BGM がすでに作成済みであることと、当時立場の低かったゲームというコンテンツに有名な作曲家が本気で取り組んでくれないと考え、猛反対します。実際に2人が会ってみたところ、杉山先生が無類のゲーム好きであることが分かり、次第に杉山先生が受け入れられていったそうです。杉山先生はドラクエの BGM をロック調で注文されていましたが、中村さんからドラクエが中世の騎士物語であることを聞き、クラシック調の方がいいと考えます。またゲーム音楽は何回も聴くことになるため、繰り返し聴いても飽きないクラシックで作曲を始めます。ところがファミコンで利用できる音源は3音だったため、本来オーケストラで演奏されるクラシックを表現できるのか周りは疑問視していました。一方で杉山先生はバッハが無伴奏フルートのためのパルティータで1音でハーモニーとメロディーを形成することを達成しているため、ファミコン音源でもクラシックを表現できると思っていたそうです。杉山先生の加入時にはドラクエの開発期間は過ぎていましたが、期間を1週間延ばし7日間で8曲のハイペースで BGM を作成します。有名な話で序曲は5分で作曲されたそうですが、それに対し杉山先生は当時54歳であったことを踏まえ、54年と5分でできた曲と評しています。かっこいいセリフですね。 BGM 完成後、実際にゲームに乗せてプレイしたら、開発陣もこの曲以外ではありえないとの意見に変わっていったそうです。まあ序曲などドラゴンクエスト1の曲を聴かされたら誰だってグーの音も出ませんよね。そこからドラクエシリーズが作れるたびに杉山先生が作曲を担当し、シリーズを重ねることでドラゴンクエストは国民的なゲームタイトルへなります。当時ピコピコ音の延長だったゲーム音楽をクラシックに変えたことは多くの人に影響を与え、ゲーム音楽におけるブレイクスルーとなりました。杉山先生はガラケーの時代にレベルアップの効果音が着メロランキングで常に1位であることがとても嬉しかったそうですよ。2016年には世界最高年齢でゲーム音楽に携わったことでギネス記録に認定され、ドラクエの発売ごとに記録を更新しました。そして文字通り生涯現役を貫き、90歳でお亡くなりになられました。ドラクエの次回作の12の音楽が遺作となったとのことですので、発売された際には拝聴させていただきます。ゲーム音楽に多大な影響をもたらしてくれた杉山先生、本当にありがとうございました。